今度カットしてほしいなと思ってます。私今私は夜の仕事をしながら、美容師してます。もちろん美容室側には言ってないみたいです。内緒です。体力的に厳しいのですが、スタッフが少なく休めなく近くに良い美容室がなくて辞めようか迷ってます。ダブルワークしてる人、夜の女の人ですね。でもさ、夜の仕事してたらどうなの？うちの店、もしかしたらさ、すごい多額のお金が必要になってんだったら。じゃあ、熊原さん、恐れます？そうかもしれない。そうじゃなかったら、多分利用性が責任かなと思うし。ああ、そっか。給料が少ない。少ないから。ああ、そっか。給料が少ない。この地元からね、出れないのかもしれないけど。あ、決めた。給料安いんだ。これはちょっと出た方がいいかな。今スタイリストなんですけど、目標がなく辞めたいんですが、オーナーと2人なんで言いづらく、お父さんは辞めたくなった時ありますか？あるよ全然。僕胸ぐらつかまれたことありますよ、お客さんに。本当今思うと本当、カラス山の、東京のカラス山、1000円カットで働いた時があって、あの派遣美容師って東京あるんですよね。B キャリアとか、なんかそれでいろんなところ行けるんだけど、そこで、バリカンで刈り上げしてたの、おじさんを。そしたら、そこの人ハサミで刈り上げするみたいで、沖合村からこっち来られて、保水技使ってんじゃねえ小僧って言われて、もうそこから判別会議一回外出る、結婚してやめようと思って、おっさんに胸ぐら掴まれた。でも1000円カット、あれ1000円カット、1000円カットだけど、そのハサミで、そう、この女の人なんだけど、すごい刈り上げ上手な人なんで、その人ハサミで全部やる、1000円カットだ。その人じゃなかったからか分かんないけど、バリカン使っただけで怒られちゃって、俺はちょっとね、じゃあ普通の料金とか行ってくれよって。いや、こっち側のね、意見としてね。ちょっとね、検証になっちゃうね。あんな1000円かって。そうだね。10分に1人やんなきゃいけないよね。そう。検証になるの。借り上げしてたら。体壊す。体壊す感じ。やめようって思ったことない。1回もない。1回はでしょ。ない。本当ない。ない。ガチ。ガチ。すげえ。一回もない。なるほどね。今僕は35歳で、35歳でいろんなね、お客さんたち、お客さん、子供とか。で、小学校から来てる子とか、もう成人してたりとか、成人とかお母さんになったりとかする子たちもいるんで、今日は自分よりも一回りも二回りも若い子たちがね、なんか女の子と喋りたいみたいな、飲んでたりとかなると、ね、みんな話すでしょ、で、ね、キャバクラ行こうぜ、アルツバイ行こうぜ、なるじゃん、ドリンク入らないよ、なんないじゃん、食べ終わったらどう、多分、まあ、日常的に作る。違うのね。目の次4回ぐらいで。まあそういう気持ちでやってないけど、まあ、女性が来る。女性好きだし、女性が好きだから可愛くしていたりして。そんな人たちと毎日ね、飲んで強い。そうですね。嘘に釣られたりとかさ、おだてられてケッケケッケしてるよりも、本音で話してくれて、本音でぶつかり合うし、ね、女性たち、しかも上から下まで。でも世の中のおじさんたちってお金出して嘘に釣られた話をされるでしょ。逆に美容室とか来たらみんな全部言ってくれる。いや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 、嫌なお客さんのこととか、いやそうですね、結構暴露してくれる。リアルにはそこまで話せるわ。そうそう、だから、ね、世の中の人たち、ね、まあ、僕は札幌で、で、もうススキノが近いけど、ススキノがあんなにね、ギラギラギラ輝いてるって、要はいい大人の男が、ね、お金落としてるからでしょ、ってことは、お金払ってるって言ったら、話したいって言ったら、俺たちお金払ってもらって、女の人たちと話したいでしょ。
考えたことなかったですね、そこなるほど、さすが、エロ大学エロとキャンパじゃなくて、男と女の観点から言うと、うん、ね、そうですよね、そうだね、そこで話、うん、そう、確かに、うん、だって、末野さん、末野さんって言って、ね、来てくれる10代の子たちもいるし、大学生とか専門学生の子たちもいるし、ね、可愛い子たちさ、うんで、ね、話して私たちの中じゃなくて90分とかでありがとうございましたって言ってお金もらおうって、そうですそうですそうです、はたやね、すすきののおじさんたちはね、わがけっけいわがけで、ね、最後ね、何本も買って帰るでしょ、多分ワンセットね、1時間でうちらだったらカットぐらいしかできないけど、うん、ワンセットで、ね、何万も取られるんで、うちらお金もらってワンセットしてるからそう、わかんないけどそんな感じかしある意味そうそう、でだからさ、その観点から言ったとしても、こんな得する仕事ないでしょ、頑張ろうなるほど、そっか、それ気づかなかった、確かに、うん、だってたかが1時間、2時間話してて何も払ったでしょ、この人たち払ってると思う、でもお金払いたくなるような、そういう観点なかったな、お金、むしろお金普段払ってるような人たちが自分たちのところに来てくれて、で、ワイワイキャッキャーね、話して、本音で話をして、で、お金を払って、あ、そうです、その、なるほど、しかもそれが、ね、やっぱり、ね、たくさんの付き合いが長くなる、長くなるほど、ね、もう親密な話になるし、ね、まあ、家族がどうとか、ね、彼氏、旦那とか、子供がとか、なんかそういう中で自分の生活にメリットがあるような話をしてたりするわけですよ、うん、確かたまに、うん、だから、なんか得することがあっても損することがないよね、お客さんの話、ちゃんとした話って、そうだな、なんかそのお客さんの貴重な話も聞けるし、人生も一緒に、うん、ね、お客さんの人生を見れるっていうか、うん、そう、なんか共に経験してるような気になる、まあそうだね、いろんな人いるしね、多分いいおじさんたちってみんな若い女の人たちと話すことってまずないし、うん、自分の娘にさえ嫌われるし確かに、うん、だから絶対にお金出さないと話せないような人たちと日々過ごしてるっていう違う目線ね、違う、めっちゃ違う目線だ、違いすぎる目線が、なるほど、そうまあ、この質問してくれた人は女性だから、女性だからちょっとね、よく見られる、女性だからあれだけど、まあ、そう考えたら他の仕事よりもやっぱ面白い接客業でね、うん、そう考えたら、そうそう、なんかいろんな人の物語見てるみたいな感じで、しかも自分は男で、そしてお客さんは多くの人たちは女の人、うん、っていうことは、ね、そうだね、やっぱり男である人は女性が好きだから、うん、まあ多分僕まで違う人もいるけどね、うん、この仕事を辞めたとしたら、だって俺今34時まで友達たちいるな、みんなね、結婚してないやつもいるけどね、女の子とために話すって言ったら分かるぞって言うんだもんね、そうそう、そこ行こうっていうのね、確かに、そうだね、そうそうそう、結構ちょっと4人で集まるメンバーがいて、絶対そういう風になんないもん、なんない、仕事の話以外しないもん、集まるのに、お姉ちゃんのお店行くなんてなったことない、行かないもん、確かに確かに何回か言ってるんですよ、でもなかなかこの、ね、本当腹割って話してもらって、その人の人生に携われる仕事あんまないから、やめるのもったいないかも、人間パフェだったから、女の人だとしてもね、うん、その人が女の人だとしてもでもね、うん、だからいろんな男の人見れていいかもしれない、逆にこういう人はこうなんだなとか、うん、逆に目が養われるかもしれない、そう考えたら、そうだね、うん